ホワイトソックス、ドジャース、24日、日本時間25日、ギャランティードレートフィールド、1番 DH で出場したドジャース大谷翔平投手、29が試合前、術後では最長となる90フィート、約274メートル、でキャッチボールを行った。リハビリ担当のスタッフによると、先週までは80フィート、 約244メートルだったが、この日から累間まで距離が伸びた。大谷は昨年9月19日に自身2度目となる右肘の手術を行った。今季は打者専念となるが、3月末からキャッチボールを行い、投球プログラムを開始。順調にリハビリを続け、徐々に段階を上げてきている。時折、強めのボールを投げることもあり、 大谷は5月末の段階で80マイル、約129キロ、くらい、と明かしていた。リハビリ担当のスタッフによると、現在も休速はさほど変わらず、80マイルほどだという。